『ロマン・ポルノ』っていうもの自体は、はい、この作品にオーディション受ける前とかにこう見てたりとかっていうことは見たことがなかったんですけどでも名前だけはずっとは聞いてて復活するっていうのも聞いててあ復活するんだと思ってで実はオーディションも「日活ロマン・ポルノ」って初め知らなくてオーディション受けて決まってから「日活ロマン・ポルノ」ですって言われておおみたいな撮影入ってからも「ロマン・ポルノ」見ようか悩んだんですけど。 いろいろ考えて多分私結構影響されちゃうタイプなのであと一番最初に見た「日活ロマンポルノ」が自分の作品だったらいいなっていうなんかちょっととんでもない願望があって今もう撮影終わったのでもうフリーだっていう、ね、<laughs> だったので今はもう見たい放題で。う <laughs> 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 聞いた時になんかどう思って私は以前に 何度かそういう作品をやったことがあるので多分このメンバーの中だったら多分もうすぐ「はい!」みたいな「行きます!くく」みたいな気持ちだったので特に抵抗は全くなくやらせてもらえるならもう是非みたいな気持ちだったのでこんな歴史あるものの中に私の名前が入るっていうのがもうそっちの方がもう嬉しくて。はいまあ、でも本読んだ時に、まあ、アクション だなこれはみたいなまた怪我だらけになるぞみたいな <laughs> 気持ちと私本当に運動神経があまりないのでそうなんです,、うん、すごい運動神経よく見るいやもう本当に運動神経なくて 50m 走12秒とか本当そのぐらいないので <laughs> 多分よく見た目運動神経できるっていう雰囲気があるんで多分監督もそう思ってたんだろうなっていう感じはすごくします。<laughs> 普通のこう塗れ的な時ってこう じゃあ回りましたよーいスタートみたいなのでこうしっとりしていくイメージなんですけど「はい回りました」って言うとみんな「行くぞ行くぞ」みたいな,なんか運動会の「そのよーいパン!」みたいな感じの気持ちの前の状態だったんでふだんか普,段普通の,その絡みのシーンと全然違う雰囲気で。 本当に舞台の劇団でもスタッフもみんな監督も含めてメンバーで1週間リハーサルして1週間本番みたいなもうピリピリしたりとかあんまなく、まあ、私が多分現場であんま服着なかったんで <laughs> <laughs> 普通なんかこう恥ずかしくて女の子こうギリギリまでこう隠してて。 なんか撮るときによし撮るぞってやってやっぱちょっとピリピリってするじゃないですか。もう私もう始まる前からもうぼーっとこう <laughs>。いやなんかやっぱこうやって隠してるとやっぱ皆さん気使うじゃないですか。もう逆に気を、まあある意味違う意味で気を使わされっていう服着ろお前みたいなこう。笑いに変えた方がみんなやりやすいなと思ってだったのでもう服着ないでもう普通に匂い立ちでこう待ってるみたいな <laughs>。 ご自身の性格的な部分っていやだいぶ私は気にしいな方なのでやってみたいですけどねやっぱいろんなね大人に挟まれちゃうので <laughs> うまくは生きていけないですけど結構気にしちゃうだいぶ気にしちゃいぶます、うん、結構気にしちゃうタイプなんでしおりはある意味羨ましい存在に。スイスで上映されたロ,ロカルノは行ってその海外の方の反応は見てて。 すすごい爆笑だったんですよロカルノで上映された時にこの T シャツ着てて海から上がってきたシーン見て爆笑になっててみんな知らなくて何にそんなウケてんななててだろうみたいなやってろも全然気づいてなくてそのロカルノの初日上映が終わってみんなでご飯食べてる時にスタッフの向こうの方に「何であれ笑ってたんですか?」っ,ったら「え T シャツどしもネタだよ」みたいな。 なんかあなたの問題を解決するにはティッシュが必要ですみたいなことを書いてあるからみんなそれに受けててそこまでだって仕込んでたんでしょって言われて監督も全員いやみたいな監督さんも知らなかったじゃあ髪がか,かってます、ね、たまに奇跡が起きました <laughs> もうとにかくアクションスポーティーな作品になってますぜひこの作品を見て風に濡れた 風に濡れた女チルドレンができることをすごく願っております少子化をね止めようと思っている作品なのでぜひ皆さん劇場に遊びに来てくださいよろしくお願いしますはい楽しい作品です <laughs>